こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉義正です。こんばんは、 MC の寺田由紀です。そして伊勢丹のバイヤーのインテルさんこと稲葉さんです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと今日番組をスタートする前に一つちょっと言ってもいいですか。はい。大人っぽく色っぽくなった。は、本当ですか。なんか男が変わったか歌詞の曲調を変えたか稲葉さんが好きか、あ、これどれですか。それあるかもしれないですね。まあ、3番以外かな。 あれでも確かにコメント欄になんか男できたなとか最近すごい書かれてるんですよ。でも最近本当に変えたことといえば基礎化粧品。基礎化粧品。お肌の調子が今いいんです。でも男が変わってもお肌の調子ってすごく良くなりますよ ね、 なんかね。そうですね。何なんですか、はい、男変えてほしいんですか。分かんないけど男に関してはちょっとご想像にお任せさせていただいて。いやでも本当に基礎化粧品変えて、うん、今日はまあでもリップ赤にしてきたぐらいですよ。いや、あとまあ髪型もちょっと、はい、色だんだんこのハイライトが出てきたので、メッシュ加減がね、メッシュ加減が出てきたので、うん、それかな。ちょっと躍動感生まれて躍動感のある男の人ですか。いやスポーツ選手ですね。スポーツ選手ですね。いいな、スポーツ選手と付き合ってみたいですね。ということで、はい、今日は伊勢丹もですね、はい、別注をしてもう大ヒットに大ヒットを重ねてるセッテフィーリのニットについて、うん、今日ですね新作をご紹介していこうと思います、はい、でまずはセッテフィーリといえば、うん、クルーネックのニット、はい、今一番ゆきちゃんのところにある、うん、それですよ。これウールですよね。これがそうですね、ウールで、これ何ゲージですか。これ18ゲージ。ニュージーランド産のメリノウールを使用したイタリア の、 高級紡績メーカーのカリアチ社の深木っていうクオリティを使ってるんですけど、うん、ウール 100% なんですけど、すごくこうカシミアタッチな、めちゃくちゃ柔らかいです。これが36,000円で、まあ、いいお値段、いいお値段ですね。割と、まあ、ウール100なので、うん、まあ、通年これはもう着ていただけるような素材感ですかね。伊勢丹としてはどういうふうに着るのを提案したいなって、今回はクルーネックを中心に品揃えしてまして、うん、まあ、やっぱりジャケットとかスーツをこうよりリラックスして着れるようなイメージで、うん、あえてこのクルーネックのバリエーションを増やしているっていうのが今回のポイントですね。なるほど、はい、今日もセットアップですか。これそうですね。これどこの、これカルーゾのリネンのセットアップになります、うん、で4つボタンのちょっとこうあんまり絞りがなくてリラックスしたフィットのリネンのセットアップにセットフィールを合わせて、うん、いや、さっきあんなこと言いましたけど、うん、今日の稲葉さん大好きです。私の大好きな合わせ。おー素晴らしい。今目キランって言いましたからね。そうですキランって、ね、いや本当素敵です。ちょっとこのリネンのセットアップはやっぱ春夏着たいじゃないですか。でそれをこうより楽に着れるようなイメージで今日はコーディネートしてるんですけど。なるほど、はい、セットアップの需要の中にそのインナーを何するって問題結構出てくると思うんですけど、はい、そこではやっぱり T シャツとか、はい、もちろんいいんだけど、こういうちょっとした大人っぽいニットを提案していきたい、ね、って感じなんですか。はい、うん、で特に、まあ、ニットティーもやっぱ特に夏になっていくにつれて注目しているアイテムになりますね、うん、なるほど。じゃあ、はい、ちょっと早速ニット T シャツいってみましょうか。はい、まず、伊勢丹メンズの別注は、はい、今日僕が着てるんですけれども、これ着てるやつなんですか。はい、これはどういうところ別注したんですか。まずオフのシーンでもちょっと大人に着れるようなまず素材感であることっていうのが一つと、うん、あとはセットアップの下に着た時も着れる素材感ということで、まあ、ニット T シャツって結構難しいんですよ、取り扱いが。汗かいてじゃあどうお手入れするのとか、うん、ただやっぱり T シャツをこう格上げするには、うん、やっぱり上質な素材感っていうのはすごくポイントになってきているので、はい、これはコットンですよね。コットンシルクですね。コットンシルクビスコースの三者根になってます。三者根なんですね、はい、でちょっとこうメランジ感のあるまず素材感にしてるっていうのが、うん、今ね稲葉さん着てるのもちょっとメランジ感あるし、はい、これもメランジ感ありますよね、うん、はい。でこれも白と黒もあるんですけれども、白か黒かちょっとこうざっくりした風合いなので、うん、表情が出る。一回これ稲葉さんどんな風に着てるのかって、はい、ちょっとどんな風に着てるのかちょっと見せていただきます。これはサイズはいくつを着てるんですか。46です。シルエットちょっとゆったり、はい、ワンサイズぐらい上げてちょっとゆったりしたシルエットでまず作ってるのが一つポイントになってるのと、サイズ感がゆったり、はい、ゆったりします。であとはリブですね。リブがちょっと太いですよね。リブが太いです。いい素材、上品な素材なんですけど、うん、ちょっとカジュアルっぽく見せるためにリブを太くしてますね。リブが太くなればやっぱりカジュアル、カジュアルっぽい印象に、細くなればなるほどドレスっぽい、はい、じゃあわざとこれは
シルクとか入っているけれど、はい、カジュアルな印象にするためにリブを太くし、太くしてます。ちょっとアンマッチなんですけれども、この上品な素材で絶妙なバランスというか、バランスを取ってるという、はい、でしかもちょっと今ね、今日インにしてましたよね、はい、うん、ちょっと僕はそのスーツに着てたので、うん、まあ、インにしてるんですけど、うん、パンツのバランスもありますし、確かに股上深いですもんね、はい、これね。でちょっとグルカっぽいのかな、これ。そうですね、サイドアジャスターで。なるほど、ちょっとサルトリアルなパンツになってるんですけど、はい、うん、こういう股上が深くてボリュームがあるのでインしても決まるかな。ちょっとブラウジングしてる、はい、なるほど。ちょっとレディースっぽくないですか、この着方。いや、そうなんですよ、うん、第一印象が可愛いでした、うんうん、来た。あの、かっこいいじゃなくて、うんうん、可愛いだったので、うん、カジュアル度がかなり強いかな、うん、って思いました、うん、なるべくこうカッコつけずに見せたいというか、リラックスした感じで見せたいっていうのが、レディースのトレンドを少し入れてるっていうのもあるんですか。ありますし、アウターなんかだとちょっとそういう要素が多くなってきてるものが増えてるなとは思うので、自然とそういう流れになってるのかなっていうのは思いますね。女子力高めっていうやつですよね。女子力高めですね例えばですよ、なんかご飯行きますとか、はい、ディナーでもいいんですね。これ着てきたら、あ、え、女子力高いなみたいな。あ、でもあのオーバーサイズの感じが、うんうん、男子でも流行ってるんだとか思って、うんうん、なんか会話したくなりますよね、そういう会話。なんかそうするとフォンダンショコラとか食べたくなりますよね、なんかね。 なるなんで空気こんなっなんかお茶しさん、なるよ、ね、お茶したくなる感じじゃん、はい、そうですね。エイヒレとさ、日本酒飲みながらっていう感じじゃないじゃん、はい、あ、そうですね。だから休日に着るっていうパティーンですよね。おビジネスマンの方たちが、うん、なんかこう普段仕事してて、うん、休日はこれで来ると、なるほどね、ギャップが、うん、ギャップが来るんだ。あとはなんかリラックス感、うん、と思いました。俺も買おうかな、これ。 T シャツって結構難しいですもんね、大人になればなるほど。あんまりクタクタな T シャツばっかりっていうのもあれですし、ですね、ちょっと上品に見せたいなけど T シャツ着たいなっていう時にこう絶妙なのがこうなかなかないので、大人可愛いっていうのをアピールしたこと僕一回もなかったんで、こう見ちゃうとちょっと欲しくない。でも黒とかもありますもんね。黒もあります、はい、芝さん、その黒を着てたら、うん、ギャップ萌え感じると思います、うん、かっこいい、かっちりしたイメージなんですよ、うん、星場さんが、うん、なのに黒なのにちょっと可愛さが出てると、サイジングだけで、あれ、星場さん女変わったのかなってあ、来たおなるほど思いますよね、やっぱり。ちなみにこれ伊勢丹の別注パターンはこのリブが太い、はい、ちょっとサイジング言ったりでリブが太い、太いパターンですけど、です。普通のもう欲しいっていう人もいると思うので、そういう人は、はい、BR のこれ別注、あ、はい、こっちが BR 別注、ブラウン、白、グレー、ネイビー、黒、ブラック。 BR 別注はリブが細め、うんうん、だって比べたらかなりリブの太さ違いますよ ね、 そうですね、同じニットティーだけれどっていう、さらにこのネックがちょっと詰まり気味という、素材も違うんですけどね、うん、こっちはコットンシルクですもんね、稲葉さんですね、はい、こっちはコットン、はい、コットン、はい、どっちを狙っていくかですよね、うんうん、これは割と正統派に着れそうじゃないですか。普通に白パンとかだったらこういうネイビーとか、はい、普通にいけそうですもんね。もう絶対かっこいいですね、うん、1個ずつ持ってて良さそうですね。カフェにいそうだし、うんうん、こっちはちょっと高級なレストランとかに着ていきたくなるじゃないですか、うんうんうん、あとは半袖ニットだからこういうところがこう見えてくるから、はい、時計だったりブレスレットだったりっていうところが大事かなっていう、ね、あー、そっか。でもこれだけじゃないですよね、それもやってるんですよね。ヘンリーネック、ナイス。ヘンリーネック、これはコットンリネンの素材を使った、うん、ちょっとサラサラしてます、うん、そうですね、うん、はい、これはスモーキーな、これ独特な染めが独特ですね、ちょっとパープルっぽい色が。これどうやって着るんですか。結構ブラウン系のスーツというかセットアップって割と多く取り揃えているので、うん、そのブラウンのスーツに合わせるイメージです。え、じゃあブラウンってことは今日の稲葉さんがこれ着ても OK ですか。あ、 OK です。ちょっと合わせていただいてもいいですか、はい、まあなんかこういう感じですかね。 でちょっと入れちゃう感じですか。やっぱりここに入れるんですね。はい、入れたいです。でもこう見ると全然使えそうですね、はい、これだけ見るとちょっと特殊な色なの で、 そうです、ね、どうやって合わせたらいいんだろうって悩んじゃいますけど、うん、もうちょっとこうダークなブラウンでも、はい、相性がいいかなと思いますね。これボタン問題出てくると思うんですけど、ボタンどうするんですか。全部僕は締めますね。あ、締めるんですね、はい、締めリンググリングリングシステムですか。締めリンググリングリングシステムですなるほど、よく覚えてました、ね、ちなみに色はこのラベンダーっぽいやつとネイビーと
ベージュ、マスタードもありますね、4色ですね。3万3000円です。3万3000円、はい、あ、これが今の稲田さんぴったりですよね。はい、それもそうですね。今の色とか ね、はい、このブラウンでも少しちょっとテラコッタみたいな色の、うんうん、ね、これかっこいい、うんうん、リゾートップ。この下もうサンダルとかでいいですか。あ、そうですね、そうですね。確かにどっちにも麻が入ってるから、はい、なんかより爽やかに演出できそうですね。うそうですね、うん、え、これ星葉さんならどう合わせるんですか。普通に行くんだったらコーンとかじゃないですか、僕は。をめちゃくちゃ鍛えてパンプアップして、うん、胸のところにこのヘンリーのボタン開けたのがちょっと乗っかるみたいな。でノーアクセサリーですね、多分。あ、で何にもなんか着ないかタンクトップからね。で下はどうするんですか。下は今日稲葉さん履いてるようなちょっとツープリーツのドーンっていう太めで、あ、やっぱ太めを選ぶんですね。太めで下テーパードで下サンダルとかですかね。リゾートですね、ヘンリーネックなんで。開放感が出るじゃないですか、このボタンがあることによって。あ、まあ、開けれますもんね。開けられるものは全部開けたいんですよね、僕。うん、心の鍵とか。おお、深い、深い何を言ってんだって話ですよね。紺、白、中白で下白とか。あ、なるほど、うん、紺、白パン、うん、で中も白、白とか、うん、紺のパンツなんだけど下のタンクトップだけ白とか、うん、チラッと白とか。あ、タッチオブホワイトですね、ちょっとだけ白を効かせるみたいな。なるほど、なるほど。で腕ガーンってまくって、うん、そして他に扱ってるものというと、他に扱ってるものと、はい、っていうと、あのセットビューティーやっぱりこのアイコンがこのショールカラーの、うん、あの、まあ、有名ですよね、はい、まあ、秋冬は特にカシミヤのショールカラーのこのタイプはもうセットビューティーのアイコンなので、うん、これをコットンの 100% のパイル地っぽい素材感に落とし込んだものですね、うん、あ、タオルっぽいんですね。タオルっぽい感じですね。これ稲葉さんだとどうやって着る。綺麗なパンツを履くかなと思いますね、逆に。ウールのちょっと綺麗めなパンツに、まあ、中はカットソーで合わせようかなと思うんですけど。ちなみに僕だったらめちゃくちゃ日焼けして水着の上にこれですね。あ、リゾートとかでもう完全にそんな感じで。タオル扱いじゃないですかそれ、うん、バスローブっぽく演出したら面白いかなと思って。ちょっとタオルっぽいから。確かに海の夕方とかこれ羽織ったらめちゃくちゃかっこいい、ね、かっこいいですよね、はい、日焼けしてちょっと寒くなってきて、うん、こう羽織るみたいな。黒もガン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 洗って少し色が落ちてきた感じの、うん、色あせた感じとかで黒の水着とかで着てたらかっこいい、うん、かっこいい。これちなみにいくらぐらいですか。これ5万9000円ですね、はい、うん、こんなのもありますかね、色。はい、これはどうします。イタリアのリゾート地とかに咲いてるもう花の色ですよね、これね。そうですね、うん、すごいかっこいい。これどうしますか。これどうします。意外とその、はい、まあ、パンツとかインナーを、うん、まあ、黒で、あの、まとめると色味的にもまとまりがいいというか、相性がいいのと、あとやっぱ先ほど星葉さんがおっしゃったみたいな着こなしがまさに一番いいかもしれないですね。その水着着て、はい、プールサイドで、プールサイドとか海とか、うん、全開でここ全開で、はい、そうですね、はい、バスローブ羽織ってるような感じで着ちゃうっていう大人の余裕な感じですよね、うんうんうん、はい、この色選ぶとかなり余裕があるように、うん、やっぱり見えますよね。年、うん、を重ねるにつれて、うん、派手な色って意外に似合うようになっていくっていうじゃないですか、うんうん、だから、あ、自分年齢上がってきたなと思った時にこういう色に1個チャレンジするっていいですよね。白髪ができたりさ、うんうんうん、シワができる、シミができる、なんていうの、だんだん汚くなる一方じゃない、うん、人間なんて。やっぱり綺麗な色を取り入れていくっていうのは年を重ねてったら逆にありなんじゃないかなと思いますからね、うん、色を入れるっていう。そうですね、その色気じゃないけど色気が出るんじゃないか少し、うん、というのもあるんですよね。お上手。まあ、でもセットフィーリーね、今までいろいろご紹介してきたんですけど、うん、はい、やっぱりセットフィーリーのこの魅力って稲葉さん何だと思います。2つありまして、はい、まあ、1つはやっぱり品質ですね。あのフェラーラ、うん、僕もあの工房工場にあの行ったことがあるんですけれども、はい、もうすごく少数なんですけど、はい、のベテランの職人さんがちっちゃい工房で一着一着というか、うん、あの縫い上げ編み上げてるので、うん、本当に品質が素晴らしいっていうのがまず1つと、うん、はい、あとぜひこのセットフィーリーのオーナーのミケーレさん、はい、彼がやっぱ1つのアイコンでニットのこうアンサンブルを、はい、あのしてるんですよ、うん、もうはい、ニットのアンサンブル、はい、ハイゲージのニットにショールカラーのニットをこう、うん、重ねたりとか、うんうん、でもうこのニットのアンサンブルの着こなしをしているのがやっぱりすごくこう素晴らしいというかかっこよくて、うん、で彼がそのもうすべて糸の紡績から編み機まですべて管理して生産しているので、うん、まあ、その彼のキャラクターっていうのも一つの魅力かなというふうに思いますね。やっぱりセットフィーリーって、まあ、いろんなところで取り扱いもあると思うんですけど、はい、日本の別注に対してもすごくフレキシビリティがあってやっていただけるって話も聞いたんですけど、はい、その辺はどうなんですか。弊社でも毎シーズン別注してますし、うん、あの本当に細かい寸法、例えばこれも
あのミケーレさんとこう話して、はい、実際にここの、まあ、何センチっていうところももちろんそうですし、うん、ゲージ、うん、糸全てミックスした形で別注対応ができるので、うん、それぞれのお店に合ったあのセッティングの魅力を生かした別注っていうのも対応してますね。あの結構このミックスカラーも得意なんですね。こう糸をこう寄って、今来てる、うん、でどういう色になるのかっていうのもミケーレが、うん、はい、デザインできるんですよ、うん、この色とこの色を混ぜたらこういうイメージになるなっていうような、うん、あのアイデアもあるので、なのでこういうちょっと独特な表情を出せたりとか。なるほどね、はい、例えば今その伊勢丹の方のニット、まあ、これがそうですよね、はいはい、でもこれは BR 別注のニットなんですね、はい、同じクルーなんだけど、うん、空きが違うんですよね、ちょっと。あ、このリブの種類。種類、そう。はい、リブが違いますよね。編み方も違う。違いますよね。で、リブも細いんだよね。BR の方は、下の方が。あ、本当だ。こっちは下が太いですね。だその辺のこだわりも各社によって全然こう求めてるものが違うので、その辺も対応できるのがこのステッテフィービーの魅力という、それはなんかすごいニットの楽しみ方なのかなという、ね、そうですね、はい、じゃあちょっと皆さんもぜひ自分の今の気分にすり合わせていただいて、うん、あの欲しいステッテフィービーのニットをですね手に取っていただけたらなと思っております、うん、ちなみに一番のおすすめはどれなんですか今年。今年はやっぱりこれです、この T シャツですね、うん、あです。やっぱ自分で企画して別注しただけあるし、そうですね、思い出なんですね、はい、ということで、じゃあもう最後に告知を、はい、セッテフィービーたくさん品揃えしてますし、あの弊社は本当に長年取り組んでますので、うん、あのいろいろオーダー会なんかも計画してますので、お願いいたします、はい、また遊びに来ていただけたらと思います、はい、ありがとうございました。じゃあ本日は以上ですかね、はい、はいはい、ありがとうございました。次回はこちらです。クロスクローゼットのこの T シャツ、前回のね出ていただいた時のもう公開直後から一瞬のうちに約2000枚ぐらいがもう売れちゃいまして、さらに作ったのが白と黒の V、 お母さんミリ単位で調整した感じだったんで、実は僕ヘンリーネック大好きなんですよ。ボタンもドレスシャツに使われるあの白蝶がいセットアップ、ちょっとセットアップ、はい、クールの持つこの反発感、それとプラスソロテックスの持つストレッチ性ですとか、まあいわばハイブリッドってことですね。そうですね、はい。まあ、今日はあのセッテフィーリーカシミヤのこのニット、うん、普通に順当に行くんだったらやっぱりこれなんですよね、黒の。そうですよね、まあ、このイメージは僕 の、 あの本当に普通のハイゲージとしていつも着てるんですけど、うん、でも今日の中で言うと半袖のこの黒とか、ちょっと自分の持ってないものに今回はちょっとチャレンジしようかななんて、うん、今日はね あえてそう思いましたね、うんうん、はい、ね、皆さんもぜひ新しい気分、新しいお好み見つけていただけたらなと思います、ね、思います。はい、ということで、じゃあ最後宣伝を。インスタグラム、ツイッターと SNS やってますので、ぜひぜひフォローしてください。お願いします。よろしくお願いします。そして僕が編集長を務めています、講談社の、フォルツァースタイルというウェブマガジン、そちらもですね数字が伸びておりまして、いろんな楽しい企画を作っておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあ本日は以上ですかね。以上ですかね、はい、はい、ありがとうございました。またチャンネル登録はこちら。こちらです。もうすぐ 15.5 万人でしたね。すごい、結構いってるね。そしておすすめ動画がこちらです。こちらです。こっちもご覧になってください。見てね。そしてセッテフィービーカシミヤ買ってお願いします。